なんで俺いけないこの話始めたかっていうと、だからその過去の証言っていうのはね、まあ嘘をついたり捏造するとかなくても間違っ、まあ、特に歳月が経てば間違っていることでことがあり得るっていう、まああのなんだあのアメリカのアリス・ミラーじゃないけど、そういったカウンセラーたちが記憶を発掘してたら親に対する訴訟になっててですね、だけどあのそんな事実はどう見てもありえようがないとか証明できないということで、あの集団訴訟になっているというのは何十年も前にあったんですね。今も続いてるんじゃないかと思うけど、あのだからそういうふうに想起されて、実は思い出してたけど4年期にこんな虐待があったんだとか言われても、それ本当のことかどうか確かめするがないし、場合によってはね、愛想もなかったという状況証拠しかない場合もあるみたいなね。別に俺はだからそれを最近のトピックみたいにイヤフとかそういうことで結びつけようとは思ってないけど、でもそういうこと記憶がそうなるとありがちなわけで、で何が言いたいかというとね、だから俺が今言ったようなことをその豊田雅子のような身分に結びつけたわけですけど、でも両義的なわけでさ、あるつではないけど、まあ両義的とか言ってもなかなか分かりづらいだろうと思うけどさ。